東武電吉駅で離合を待つ大分業、日林22号、電吉駅は宮崎県宮崎市大浅電吉にある九州旅客鉄道の駅である。当駅はもともと宮崎交通線の駅として1913年に開業したが、路線の廃止に伴い1962年に廃止された。翌1963年に日本国有鉄道が 宮崎交通線の跡地を利用して日南線を開通させたのに伴い二大名駅が開業したが利用客が少ないために1971年に廃止された。その後国鉄分割民営化を経て1996年に宮崎空港線が開業した際、日南線と宮崎空港線の分岐駅として開業したのが現在の当駅である。なお、 当駅の所属線は日南線である。宮崎空港線は当駅が起点であるが全列車が日南線の起点である南宮崎駅まで乗り入れており、大半の列車はさらに日方本,本線に乗り入れて、宮崎駅あるいはその以北に直通している。当駅は海幸やまさ以外の特急はすべて通過する。なお、宮崎駅当駅間は乗車券のみで、 海幸山幸の普通車自由席に乗車可能であり、当駅をまたいで乗車する場合も、特急料金は当駅以南の区間のみで計算される。島式ホーム一面二線を有する地上駅。線路脇に小さな待合所が置かれている。無人駅である。二線とも上下方向に信号機が設置されており、追い越し可能な構造となっている。 日南線と宮崎空港線の分岐は鉄橋を挟んで渋し方にある分岐器で分岐する。当駅で閉塞方式が変わり、日南線上りと宮崎空港線は特殊自動閉塞式、日南線下りは特殊自動閉塞式となる。出発信号機すべてに電子不合照射式の車載機受信機があり、閉塞方式の異なる南宮崎方にも設置されているため、 車載機を押すなという大きな標識が設置されている。IC カード、守護課の利用が可能で、簡易守護課改札機が設置されている。守護課の販売、及びチャージの取り扱いは行っていない。守護課は、南宮崎駅方面、または宮崎空港駅方面のみ、利用可能で、日南線の賃を駅、油津駅方面へは利用できない。 2015年度の1日平均乗車人員は37人である。近年の乗車人員は以下の通り。周辺は航空法による開発規制のため住宅地、田園地帯となっている。また駅からは宮崎空港を発着する飛行機も見える。九州旅客鉄道日南線快速日南マリーン港南宮崎駅と吉駅。 木花駅普通南宮崎駅田吉駅、港田駅宮崎空港線南宮崎駅、田吉駅、宮崎空港駅、宮崎交通線時代は、東駅と南方駅の間に飛行場駅が存在した。ありがとうございます。